あるところにじいさまとばあさまが住んでおった。二人にはまだ小さいせがれが一人おった。のうせがれ、世の中で一番好きなものは何じゃい？おらおまんまが一番好きじゃ。そうかいそうかい、いっぱい食べてはよ一人前になっておくれよ。うん、年取って授かった一人息子じゃったから、二人にはこのせがれが可愛くて仕方がなかった。肺を大きくなって一人前の人間になってくれることだけが二人の願いじゃった。ばあさまよ、わしらはもう若くない。もしもわしらに何かあったら、せがれは一人でこの世を生きていかにゃならん。寺子屋に通わせて読み書き習わせた方がいいだろうな。その通りじゃじいさま、あとあとのこと考えりゃ勉強させにゃの。ところが寺子屋に通うようになったせがれは全く読み書きを覚えようともしないで、この絵は子供が描いたとは思えぬほど上手に描かれておったが、勉強せずに絵ばっかり描いているせがれを見ていると、じいさまもばあさまも心配で仕方がなかった。これせがれいつまでやっとるんや。飯じゃぞ、早起きて食わんか。じいさまの言うのが聞こえんのか、せがれや。いやーもうバカ者めが、わしはお前の将来を案じて寺子屋に通わせておるんじゃぞ。それをなんじゃ、こんなつまらん猫の絵ばかし描きおって。このままじゃ大人になってもやっていけん。きたー身を入れて読み書きを覚えたらどうなんじゃ。じいさまは本気になってせがれを叱りつけた。じゃがせがれはケロリとした顔で、次の日もまた次の日もやっぱり猫の絵を描き続けておった。にゃー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 。こうしてせがれが一向に勉強しようとしないのに腹を立てたじいさまは、ある朝のこと、というなら今日限りで感動じゃ、家を出てどこへでも行くがええ。ほら絵が好き、たくさんの猫の絵をいっぱい風呂敷に包むと、それだけを持って家を出て行った。これ、せがれやまたんか、じいさまに謝るんじゃ。戻ってこー。落ち着けばあさま、落ち着くんじゃ。せがれを一人前にするためじゃ、せがれは戻ってくる。あとおっちゃいかん。戻らんかったらどうするんじゃ。せがれが戻らんで生きていけるというんなら、それはそれでいいんじゃよ。一人前になったということなんじゃから。はあ、せがれは家を出たものの、どこへ行くあてがあるわけもなし、とぼとぼと歩いていくうちに、あたりは暗くなってくるし、腹も減ってくる。でもどこの村でも宿を貸してくれる家は一軒もなかった。しょうがね、
今日は野宿でもするしかないか。バカバカ。ということは、よし。お寺なら今夜一晩泊めてくれるじゃろうと。こんばんは、和尚さん。今夜一晩泊めてください。と大声をかけてみたが返事がなかった。中は真っ暗で静まり返っておった。どうやら無人のお寺らしかった。せがれは心細いので自分の描いた猫の絵を周りに並べて眠った。すると真夜中にガリガリという不気味な音が奥の方からしてきた。せがれが何枚だぶと必死で唱えていると、エネコに魂が入ったのか、すさまじい物音が一時していたかと思うと、あとは急に静かになった。朝になると大きなネズミの化け物が死んで浮かんでおった。これを知った村人たちは大喜び。何しろ長いことこのネズミの化け物が寺に住んでいたおかげで、今まで来てくれた和尚さんたちも皆逃げ出してしまい、寺は荒れ放題。村人たちさえ寺に近づくことができなかったのじゃから。どうじゃろう、あんた。このままこの寺の和尚になってもらえんじゃ。はいえ、念仏を唱えたからこそ猫の絵に魂が入り、自分を救ってくれたんじゃ。お釈迦様ってすげえな。よし。ばあさまよ、今日はせがれの寺へ行って元気でしたか。お前が今世の中で一番好きなものは何じゃと聞いたらな、お釈迦様じゃと。お釈迦様。寂しいですね。これでいいんじゃよ。もう一人前になったということなんじゃからな。今でもおまんまが一番じゃなんて言われてみろ。それこそわしら100まで生きても心配せんなら。何枚だ何枚だ何枚だ。こうして好き
きな猫の絵を夢中になって描き続けておったせがれは、その絵のおかげでひょんなことからお寺の和尚さんになることができた。好きこそものの上手なり、好きな道を一心に進めばおのずと道は開かれる。そうしてじいさまもばあさまも時々はせがれの寺を訪ねていったということや。